ビッグバンブレーダーズ。それはベイブレードナンバーワンチームを決める史上空前最大規模の世界大会である。強い絆とブレーダーの名誉をかけ目指せ最強勝ち抜けバトル。これはベイブレードに全てをかけた熱きブレーダーたちの物語である。違うぜ。この病院に政宗の友達が入院しているのね。トビー、やったやっと会えるぜ。お待てよ政宗。どうしたのトビー。あ、いや、誰かの声が聞こえたような気がして。トビー、トビー、政宗、やっと会えたぜ。本当に君なのか政宗。ああ、もちろんだ。ナンバーワン、ナンバーワン。やっぱビンスにはかなわないよ。ほんと強すぎ。まあな。ねえ、あ、なんか用か。あの俺も入れてくれよ。おい、続けようぜ。あ、おい、少しは手加減してくれよビンス。それじゃ練習にならねえだろ。そりゃそうだ。え、なんだ。違う、それじゃなくて右の黒いの、青じゃない、うん、仕方ねえ、これでいいか。サンキューベリーマッチョ。え、甘い。甘いなんてもんじゃねえぞこれ。めまいがするぜ。ん、おあれってもしかして、これってベイブレードのチーム？あ、お、お、やってるやってる。なんだお前。あ、見慣れないやつだな。ひょっとして道場破りか？え、違うよ、俺はただ面白い、俺が相手になってやる。え、道場破りなんて一発で叩き出してやる。だから
違うって言ってんだろ。で叩き出されたのはお前の方だったな。すげえな、お前強いじゃん。そのベイ初めて見るぜ。なんていうベイなんだ。あ、霊湯に来るのか。さすがアタックタイプ、すごいパワーだね。へえ、お前詳しいんだな。どう、今度は僕と勝負しない？お、いいぜ。トビーはこのジムのナンバーワンだぞ。え、ヘタッピのゼオに勝ったみたいにはいかないぜ。おい、誰がヘタッピだ。本気出す前に負けただけだろ。じゃあいつ本気出すんだよ。うるせえ。じゃあ始めようか。ああ、いつでもいいぜ。こら、スティールコーチ、ちょっと目を離すとお前たちはすぐこれだ。部外者との試合は禁じていたはずだぞ。でもケチケチすんなよ。俺こっちに来てからずっと誰もバトってくれなくてストレス溜まってんだ。なんだお前、日本人か。だったらなんだよ。シャドウシュートやってみろ。は？シャドウシュートだ。ランチャーを構えろ。あ、はい。ベイを装着せずシューシュー、マジだ。シュー、肘が曲がってる。シュー、全力でいい。シュー、うん、筋は悪くない。おれ。え、何？ジムに入りたければ申し込み書にサインしろ。それから入会金と今月分の会費もな。はあ、うわ、何でも契約書か。やっぱここはドライな国だな。さっさとサインしちまえよ。そうすれば今日からお前も仲間だ。え、仲間？このジムでは来る者は拒まない。だけどスティールコーチの練習はハードだよ。覚悟して入ることだね。へっ、ちょっとやそっとで音を上げる俺じゃないぜ。ほらよ。よし、これでノープロブレム。さあ、俺ともう一回バトルだ。待てよ、彼は僕とバトルところだったんだよ。うるせえ、今度は本気できっちりリベンジするんだ。俺もバトりたい。僕も。俺だって。くらここはベイブレードジム。強くなるために練習を積む場所だ。ゼオ。はい。お前は基本がなってない。シャドウシュート300本。300本？トビーはスタジアム100周。はい。お前は？あ、正宗。カドヤ正宗だ。正宗はアタック100回。100回？さあ、始め。あれに100回アタック？地味だな。けど努力は決して裏切らない。え、トビー、強くなるには基礎がしっかりしていないとね。目指すは最強ナンバーワンだ。ナンバーワン？あ、いつかこのジムを世界一にする。それが僕の夢なんだ。だからそのための練習なら全然辛くないだろ。正宗も目指さないか。世界最強ナンバーワンを。ナンバーワン？そう、ナンバーワンだ。親父、いつもの。ほらよ。サンキュー。それ菓子っつったらこれだろ。うまいぜ、お前も食えよ。あ、いや、俺はじゃあ、また明日。ああ、じゃあな、トビー。グッバイ、マサムネ。おう、また明日。バイ、マサムネ。よし、俺だって。よーし。あ、くそ、なんでだ。シュートの時、体の軸がブレたんだよ。マサムネ。う、お前もシャドウシュート300回。ヒヒヒ。よー、ブラザー、基本は大事だよな。あら、ゼオ。無駄口叩いてる暇があったら練習するか。
シャドウ500回追加500回この鬼コーチナンバーワン。明日ジム休みだな。みんなはどうする？隣町に新しいベイパークができたんだ。みんなで行かないか？ジムの練習も大事だけどさ、やっぱベイはバトルのが一番だろ。そうだね、たまには思いっきりバトルのもいいか。よし、決まりだな。じゃあ明日9時に現地集合な。オッケー。この味にもだいぶ慣れたな。うわー、でっけー。な、すごいだろ。ああ、最高だぜ。けど、トビのやつ遅いな。いいから、先に始めようぜ。おい、お前ら、ここで何してんだ。見かけない顔だな。お前ら、この町のもんじゃないだろう。だからなんだよ。俺たちに断りもなしに勝手なことしてんじゃねえ。このベイパークは俺たちのだ。何？ここは町のベイパークだ。誰が使おうと自由だろ。うぜえ。ここは俺たちゴールドバンクジムのもんだ。お前らよそ者の来るとこじゃねえ。なんだ。いいか、ここを使っていいのは俺たちゴールドバンクジムのものだけだ。勝手なこと言うな。スタジアムは余ってんだ。お前らこそ他のを使えばいいだろ。弱い奴らにうろちょろされると迷惑なんだよ。どうせベイもろくに回せないんだろ。なんだと。俺たちの実力を知らないな。じゃあ教えてくれよ。やってやろう。まずは俺からだ。スリー2 1 GO SHOOT! やっぱ弱いな。練習台にもなんねえぜ。なんだと？おい、お前ら、シュート！あ、ユニコーンの！お前ら、何すんだ！何って、鍛えてやってんだよ。くそ、ならこっちだって。なんだそりゃ、弱すぎるぜ。お前は仲間がやられるところをおとなしく見てな。やめろ。トビー。トビー、お前か。相変わらずだな、ビンス。え？知ってるのか？なんだ、お前の仲間だったのか。さっさと連れて帰れ。ここは弱い奴らの来るとこじゃねえぜ。僕たちは弱くない。へっ、笑わせるな。前の大会で俺たちにコテンパンにされたのを忘れたのかよ。トビーがコテンパン？また痛い目に遭わせてやるよ。負けたら二度とここへ来るんじゃねえぞ。待てよ、あれで決着をつけよう。あれはベイパークオープン記念大会？チーム3人の団体戦だ。ちょうどいいだろ。お前らであれに出るってのか。勝負は2週間後だ。無駄無駄、どうせお前らは1回戦負けで俺たちにはたどり着けないぜ。それはどうかな。おいトビー、あいつら何なんだよ。ゴールドバンクジムのトップ3だよ。以前僕はある大会で連中に負けたんだ。え？確かにあのビンスってやつは強えと思ったけど。でもトビーほどじゃ。その大会はゴールドバンクジムが仕切っててね。え？強そうな相手にはジムの仲間が先に相手にダメージを与えておいてビンスの優勝を助けたんだ。きったねえ。でも負けたのは僕の実力が足りなかったせいだ、トビー。それからゴールドバンクジムの連中が我が物顔で町のベイパークを独占し始めた。僕は強いからといって好き勝手にしているあいつらを許せない。そうだったのか。マサムネ、ゼオ、一緒に戦ってくれるね。おう、当たり前だ。よし、絶対勝って奴らをあっと言わせてやろうぜ。ああ。
イパークオープン記念大会が始まるぞ。3人1組の団体戦、優勝するのは一体どの人だ。すげー人数だな。参加チームは100以上だ。そんなに。まあ強いのも弱いのもいろいろ混じってるさ。くそ、ゴールドバンクのやつらはどこだ。僕たちとは反対側のブロックだよ。あいつら本当に来たぜ。決勝まで残ってられるかな。どうせその前に泣きながら帰るのがオチさ。それではベイパークオープン記念大会開始だ。勝者ワイルドポーク、勝者ゴールドバンク、勝者チームダンジョン。さあトーナメントもいよいよ佳境だ。ベスト8が出揃ったぞ。ゴールドバンク、ワイルドポークに圧勝だ。意外や意外、優勝候補の一角ブラックバードにチームダンジョンが打ち勝った。いよいよ来たぜ。あ、さあいよいよ決勝戦だ。対戦するのはチームゴールドバンク VS チームダンジョン。トビー、頼みがあるんだ。え、頼みって。あのビンスってやつとバトらせてくれ。え、俺は今最高に燃えてんだ。頼むトビー、ラストは俺に任せてくれ。あのな、ビンスは向こうのリーダーだぞ。ここはやっぱりトビーに。よし、わかった。え、トビー、君に任せるよ、マサムネ。サンキュートビー。さあ決勝戦第1試合、チームゴールドバンクからはジム選手、チームダンジョンからはトビー選手。頑張れトビー、俺たちがついてるぞ。勝者チームダンジョン、トビー選手。ゴールドバンク後がないぞ。優勝するのは果たしてどっちなんだ。何、もう決勝戦なのか。すまん、俺が決めてるよ。大丈夫だよゼオ、俺に任せとけ。任せとけだと。トビーのやつ、俺から逃げたくせに。違う、俺がお前と戦うって決めたんだ。どっちにしろ俺が勝つから同じだから。なに、落ち着け政宗。さあ泣いても笑ってもこれがラストバトルだ。行くぞ。どうだ、努力は裏切らない。特訓の成果を見せてやるぜ。ほざけ。白熱の決勝戦、両者の目が火花を散らす。調子に乗るな。お、逃がした。ユニコーンの叩き潰す。ビースのテクニックとパワーは政宗よりはるかに上だ。なんだよそれ。けどベイバトルはテクニックやパワーだけで勝てるものじゃない。え、大切なのはベイにかける熱いハートだ。さあ負けてたまるか。ユニコーンの政宗、ナンバーワンだ政宗。あ、僕たちは目指すものがあるんだ。トビーナンバーワン。ナンバーワン、ソンさん、ナンバーワンだ。ナンバーワンだ。あ、そうだ、こんなところで諦めてたまるか。アメリカで初めてできた友達、ベイが繋いでくれた仲間のためにも。しげ、絶対に許さねえ。強烈な一撃が決まった。勝負あったか。どうだ、まだだ。俺たちはナンバーワンになるんだ。おお、いっけー。なんと大逆転、勝ったのは政宗選手、優勝はやったぜー。やったー政宗、僕たちの勝ちだ。おお、よくやった、トビー、ゼオ、政宗。
こうしているとあの頃が昨日のことのようだぜ。正宗もゼオもあっという間に世界一を争うレベルになったね。トビ本当にすごいよ。でも僕はどうしたらいい？君とゼオが決勝で対戦することになったら。好きな方を応援しろよ。え？で、勝った方に挑戦してこいよ。早く元気になって俺たちのナンバーワンを決めようぜ。マサムネナンバーワン。ナンバーワン。マサムネったらアメリカにあんな素敵な仲間がいたのね。ダンジョンジムの連中もみんないいやつばっかりだしな。俺あのジムすげえ気に入ったぜ。でもさ、日本に来てたマサムネはともかく、ゼオはどうして別のジムに移っちゃったのかな。引き抜かれたって言ってたよね。そこで急に強くなったのよね。 HD アカデミーか。数えきれない声、空に鳴り響く大空を越えてゆけ。流した涙を忘れはしないよ。一歩一歩前に進むのは君がそばにいるから。歓声の中目を開き君を想う。流した涙のことを恐れずに力強く走ってゆく、oh yeah、決戦の笛が今空に鳴り響くさ。俺たちが最高のゲームにしよう。何度も何度でも夢を見てゆこう。それぞれが叶えていく大空を越えてゆけ。マサムネとトビー、そしてレオが出会ったダンジョンジム、みんな気持ちのいい連中ばかりだし、俺このジム断然気に入ったぜ。それなのにいくら強くなるためとはいえ、なんでゼオはこんないいジムを出ていったんだ。謎に包まれた HD アカデミーって一体どんなとこなんだ。次回動き始めた陰謀にゴー